アモーレじゃなくてごめんなさい間違えました。どうも長友愛理です。今日もよろしくお願いします。リセットが来ましたね。今日はサクッと、1000メモリアルガチャまで引いていきます。それでは早速いきましょう。まずは150メモリアルガチャです。結構なんか時間が経つのが早いって感じるのかな、結構すぐなんか最近リセットが来る感じがするんですよね。はい、ではまずは、はい、金。え、え、嬉しいまさかのソニアタン、赤ソニー出てきました。ありがとうございます。普通にあんなに出なかったソニア、武器にもできると。あ、毒耐性とバインド耐性がついてるのは普通に強いっすね。これまだできてないな。で、1コンボ加算して全ドロップのロコを解除して火と闇ドロップに変化。ソニアのスキル、ナイス。だがしかしブラフマードラゴンの奇跡が必要ということですね。はい、いきましょう。続いて250です。はい、どうぞ。何が出るのでしょうか。はい、金。あ、光カーリーか、光カーリーかちょっと闇カーリーがね、私当時欲しかったんですけどなかなか出てこなかったっていう記憶しかないですね。でもうね、カーリーもブローチにすることができて指の時間が 1.5 秒伸びるの、これつけるだけで。いいですね。ロック解除とジンカ、ナイスはい、結構なんか知らない間に武器になったりとかしてるのでこういう機会でね見るのもいいですよね。はい、ささっといっちゃいましょう。金。シルク、まさかのシルク。はい、シルクちゃんもいいっすよね。この子は武器にすると覚醒結構ついてますね。へえ。火光回復、ん、火光回復ドロップ強化の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。覚えとこう。こういうのね、最近なかなかこう武器、あれ何があったっけ、スキルとかちょっとね忘れてしまうのでね、こういう時に覚えておきましょう。はい、続いて700メモリアルガチャです。ドン。っていう反応になりませんかはい、アストレア、アストレア転生になってます。でもしていない、サボっているのがバレました。究極進化、もうなんかねちょっと覚醒物足りないなっていう感じがしますよね。まだ武器にもなってないってことは今後に期待ですかね。はい、800メモリアルガチャ、だんだんワクワクしてきたよ。虹からの、おお、ノンさん、ありがとうございます。いや普通に嬉しい、ありがとうございます。ノンさんももうアシストかな。暗闇4つにウェイがついてる、でロック解除、闇光を、光に水を回復に、一旦の間ダメージ半減、これ大事かもね。ここ暗闇もあるし全ドロップを強化、武器強い。はい、からの900メモリアルガチャ、いきます。ドン。マドゥー帽子か、マドゥー帽子か、なるほどね、二体所持しておりますよ。もうただ意外と強いんですよね。私この子はね、クリスマスサレーネにアシストさせてるはい、1000です。1000に上げるのになかなか苦労しましたよ。そっから全然ランク上がってないっていうはい、ではいきます。動け、いや動くよな、絶対動くよな。うわー、やったー、え、嬉しい。いやミアーナ持ってなかったんですよ。いや意外と新フェス限っていうの、ああいうの出ないんすよね。いや無料でいただいてありがとうございます。まあでも今の環境ミアダどうなんだっていうところもあるかと思いますが、ターンが18でしょ、18ターン敵の行動3ターンを食らせられる、水の、2コンボ以上でダメージ軽減、攻撃力が4倍、
あれなんかな、イベルカーナとかと会った感じですかね。えどうなんですか。回復と攻撃タイプの HP が 1.5倍、攻撃力と回復は2倍、水の2コンボ以上でダメージ軽減、攻撃力が9倍。まあ固定ダメージがあったら多分嬉しいよね。えイベルカーナと合わない？イベルカーナ私モンハンの中で結構大好きなんですけど。へー、ありがとうございます。はい、ということで、私のリセットガチャはこちらでございました。まあ個人的にはかなり嬉しいかなっていった感じがします。なんかね、イナちゃんもね、リセットガチャで手に入れたんですよね。なのでもうこうリセットガチャっていうのはありがたいですね。はい、本日も最後までご覧いただきまして本当に本当にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。生放送も最近週1ぐらいでやってるんで、ぜひ遊びに来てください。バイバーイ。